プトレマイオス6世フィロメトルは、プトレマイオス町のファラオ。プトレマイオス6世の効果プトレマイオス6世の指輪、プトレマイオス6世は、紀元前180年、6歳の時に王位を継ぎ、母のクレオパトラ1世が亡くなる、紀元前176年まで共同で統治を行った。翌年、彼は、妹のクレオパトラ2世と結婚した。紀元前170年、 セレウコス長のアンティオコス4世は、第6次シリア戦争を起こし、二度にわたって、エジプトに侵攻した。アンティオコス4世は、紀元前168年に王位を宣言したが、共和制ローマの干渉を受けて断念した。紀元前169年から紀元前164年にかけて、エジプトでは、プトレマイオス6世、妹で、奇祭のクレオパトラ二世 弟のプトレマイオス発生による三党政治が行われた。紀元前164年、彼は弟に国を追われ、ローマのマルクス・ポルキウスカとケンソリウスに支援を求めた。彼は翌年、王位を回復した。紀元前152年、彼は短い期間、息子のプトレマイオス・エウパトルと共同統治を行ったが、この年にプトレマイオス・エウパトルは死んだと考えられている。 ありがとうございます。